お願いしますこのおはご足労いただきましてありがとうございます並びにあのご支援もしていただいた方々だと思うんですけれども本当に誠に誠ありがとうございます現在まあ、こういの形であの展覧会を始めるにあたってさまざ、あ、まなことが起こってでまあそ,のそれに基づいて本も一緒に作ってしまおうっていう、まあ、無謀なことをやっておりますが、うん、でもやりきっていきたい。 事業だと思いますので、まあ、引き続き皆様の、ね、温かいご支援をお願いいたします。ということでよろしくお願いいたします。はいで、えっ、ー、と今日今やっている展覧会ウ一ーク投写ということで、まあ、当社に合うということです。という意味でつけました。まあ、そのままなんですけれども。私の？ 当社はット .net というサイトを作りまして当社版の版画についてお知らせするっていうことをやってまいりましたがこの三社まあ今回は10-48人をしなかったんですけれどもあの当社もともとはこの当社であのドメインを取れたかったっていうのがあるんですけれどもまあまあまあドメイン問題、うん、あのインターネットのアドレスですねでそれがちょっとね取れなかったので急遽当社って。 に変更してあのインターネットのアドレスですねドメインを取り直してっていうのが最初の,、ね、あのネーミングの由来なんですけれどもで、まあ、これからあのこ,このネットインターネットであの紹介していた紹介するしてから、まあ、10年ぐらいの間の起こったこと。 で,す、ね、で今起こっていることっていうあたりのことを今回お話しさせていただこうかと思います。はい、で今日のラインナップなんですけども今日は今からお話しする内容とで午後の3時半からこのあ、えー、と公演の近代美術と当社版例明から次の例明へということで上野久美学芸員さんに、あのー、登壇していただきます。 でこちらはもう美術史近代美術の観点からあのご当社版のことをお話ししてくださるのでまあ私の内容とは全然たぶかぶらず楽しめる内容だと思います。でその後に質疑応答がありましてで終わりましたらもう寛談っていう形で、まあ、ささやかなお飲み物と、えー、お食事を用意してますので、まあ、午後の6時ごろまであの楽しんでいただければと思っております。はい。 で、先ほども紹介させていただきました。この本ですね。当社、当社版のこれまでこれからというタイトルをつけて、あの制作をしております。で、この本を作るにあたって、皆様にえっ、ー、と140万6千円をあの集めさせていただきました。で、ほとんどまるまる制作品に使わせていただきます。ありがとうございます。 で、まあ想定よりも大幅に、私 <laughs> 掴めました。<laughs> このもう数字にすると、なんだこらという感じなんですけども、このような。はい。<laughs> 形になります。<laughs> お楽しみにしてください。<laughs> お待たせしております。<laughs> はい。で、ね、私の活動なんですけども。 大阪生まれで、えっ、ー、と京都聖カ大学卒業後、当社版版画を制作をし始めます。でその後、この頃は2006年なんですけれども、でその後2年後に2008年より当社版と専門サイト当社ドットネットを開設しました。で随分後になるんですけども、YouTube での動画などによる技術の公開もあのさせてもらってます。で他美術館であるとか、東京のまあここのアトリエ、まあま前のアトリエの小平の あのむさびの近くにあるアトリエでもずっとやってたんですけどもそういった活動をしています。で技術調査などということであの、まあ、幅広いのかなっていう思うんですけども、まあ、そんな感じでやっております。 で2002年から2006年私京都添加大学時代はこんな作品作ってましたでこういう作品をなで作っているかというと当社版じゃないですあのポリマーハンガーと言われる割と新しい版が手法であのやってました武蔵敦彦先生、三蔵敦彦というあの版画家がいましてその方はあのポリマー ポリマー版があの水なし平版とかあの環境性樹脂版を使用した今の印刷現場にある版を使った版画制作っていうのをあの積極的に、えー、進めてた方になります。まあ制作工程であの環境に優しいであるとか排液が出ないとかそういった観点であの。 制作を進めてた経緯がありまして、まあその先生の元であの制作をやっておりました。まあ当時はこんな感じの作品です。はい、でその後あの就職をしまして、2006年卒業後、まあ してるあのー、その後にウェブ制作会社に就職します。ホームページを作る会社ですね。で、就職をしまして、えっ、ー、とまあ、それからま2年後ですね。2008年になるんですけども、この時に当社ドットネットを作りました。で、当社版に出会うのはあのー、学生時代だったんですね。で、学生時代だったんですけども、その時は全然制作はしておらずで、卒業後に初めて手を付け始めたという状態です。 ですからその時はもうあのインターネット上での情報収集であるとかっていう人づてっていうかあの仲間内が全然いない状態だったので技術的にどういうふうにやっていいか分かんない状態だったんですね。ですんでまあ初めての作品は1年ぐらいかけて本当に 1, 1作作るのに1年かかった状態でやってました。で,でもなかなかか面白い版がやれば なかなか面白い表現ができるんだなっていうところを感じましてで当時、まあ、ホームページを作る会社にいたもんですからお客さんに、まあ、ホームページの制作こういうふうにするんですよっていうのを案内するときに自分の制作実績がないと説明ができないんで練習サイトを何個か作ってたんですよそのうちの一つがこれだったんですよね実は。ですんであのこの当時は。あの インターあのホームページを作るシステムとして「ムーバブルタイプ」っていう、まあ、あのシステムがあるんですけどもその,さあのシステムを作る、えー、練習としてこの「としゃ .net」を作ってで今興味のあるものまあ投射版をちょっとずつ始めてるんでそれの紹介ができるようなサイトっていうことでこれを作りました。 でデザインから全部やってという状態でですね、うん、でもまあ練習サイトなんでほったらかしだったんですよねでほったらかしでも結構見てくださる人がいましてその過程で出会ったのはそこの年表にも書いてる「鳥の子さんですね鳥の子さんが私のサイトを見て始めた」というっていうのがあってこちらにも鳥の子さんの作品があるんですけども。 まあそういった方々あのニ,ッチなニッチなものですけれどもそういう求めてるそうなんです、ね、情報を求めてる方には刺さるようなものだったらしくほったらかしでしたけども、まあ、続けてよかったのかなと思うものになりました。うん、でその後っ、えー、と随分時が飛ぶんですけれども2013年「当社版の冒険」というあの和歌山県立近代美術館で。 えと展示をさせてもらうことになりましたでこのまあこの時まではまだそんなに私も展覧会はやってたんですけどもそんなにその当社版自体にフューチャーしてあの、えー、やってる方っていうのが少なかったこともありますし、まあ、細々と続けてる作家っていうのぐらい一作家ぐらいだったんですけどもやっぱりこの展覧会をに参加することができて。 やっぱりだいぶ変わったガラッと変わったかなと、うん、私の視,あの視野もだいぶ変わったような気がしてすごく、うん、一つのターニングポイントという感じの展覧会になりますでそのあ後に続く、まあ、先ほどの作品からどんどん時を経てこれぐらいの作品になってくるんですけどだいぶ今 表情が変わってきて、き当時は線描画が多かったんですけどもつぶし製飯ってね面にあの塗りつぶしのような製飯もあの対応するようになって今はこんな感じですねこんな感じの作品大きい作品も作るようになりました。はいで 現在のごめんなさい現在の日本での当社版の動きですね私だけがこんなことをやってるわけではなくってまあ皆さんずっとやられてる方もいらっしゃいますしまあ,あの規模が大きい小さいもちろんありますけれどもやっておりますでえっ、ー、と今日本では新ガリバンネットワークまあ滋賀県のあのガリバン電信官が あの本部になるんですけどもそちらと関東支部志村翔子さんがメイあのガリバン研究家の志村翔子さんがメインとなっているところがありましてで九州にガリバン、えー、同好会じゃない研究会か研究会っていうところがありまして九州の福岡なんですけれどもそこがあのネットワークの支部という形であの機能しておりまして当社版の道具とか反布会を行ったりとか企画展を行ったりとかされてるようです。 ですね。大きいところだとこんな感じの活動ですね。で、で小さい活動としてはまあ、関西で京都の美術館さんですね。えっ、ー、と水口夏子さんがあのさんが制作をしておりましてで、私のさ、あのこの展覧会にもこちらの作品であるとか。まあ、このえっ、ー、とおか資金を集めた時のあの。 クラウドファンディングの時にでも水口さんの作品をあのリターンとしてご用意させてもらったりっていうかなりあの協力的にあの一緒に活動されている方になります。で九州には先ほどの福岡のガリバン研究会を市民向けの講座を開設やっていたりとかしてますね。で関東では私ですね。私がほとんどになりますで で他も全国的にイラストレーターさんとか、まあ、作品に取り入れられて制作している方もたくさんいますし、まあ、その方の作品は購入して、まあ、コレクションしたりっていう活動も私はしてますんであの細々と生きてはいます、はい、生きてますしその全くやってない誰あの私しかやってないっていう技術ではないのでそのもうちょっと皆さんとつな、まあ、がれたらなと思って おります、はい、で,で当初版が再注目されてているって状態なんで,す、ね、でまあその先ほどの「えー、と全国にイラストレーター」等がっていうあたりなんですけども、えー、と注目されていることで DIY による自,自主制作本っていうのがちょっと火付け役になってるらしくってで自分で印刷もして。 でその印刷方法として活版印刷が最初に注目されたみたみいですで活版印刷あれあったら「狩り版」っていう言葉聞いたことあるけども何だろうねってそ,うでそこから「狩り版」って何ですかっていうお問い合わせをよくいただいてあの私のワークショップに来られたりっていう方々が多い状態になってます。 で,で、私のやあの当社版というのはヤスリによる製版を行っております。で、当社版って一口に言ってもいろんな方法があるんですよね。いろんな製版方法があって、そのうちのえっ、ー、とヤスリによる製版というのが一つになってます。で、基本的にガリ板って言われてるぐらいなので、えっ、ー、とヤスリの上に原子を置いて鉄筆でガリガリとする方法、もうそのそのままの方法でやっております。 でその元の技術になったのは日本で堀という会社が、えー、と輸入してきたのはこのエジソンミメオグラフという技術を元ととして、えー、とせあの商品を作りました。 で、日本国内でも、と、社版はありまして。えっ、ー、と、英語ではミメオグラフと言います。日本ではヤスリ製版を行うので。日本は、えっ、ー、と、ミメオグラフの、ファイル、ファイルプレートプロセスと言います。で、初めてのヤスリ製版というのは、トリポグラフというものになります。これトリポグラフで製版したものなんですけれども。これはイタリアのズッカートさんが、あの、作りました。うん、で、日本ではね、エジソンなんですけれども。 最初の,いあのやさり製飯っていわ,われてるものはこれになりますでこの状況を知ったのがこの「リソマニア」という雑誌が雑誌というかこれ本書籍があるんですけどもこちらで結構紹介されたのが最近になります。2016年のこここことですねでここからこうこの 日本の目的としてはあの理想グラフ先ほどのジンとか作ってるリソグラフの,の方に注目したあの冊子なんですけどもリソグラフといいますと理想科学さんの理ソグラフなんですけどもそ,そちらは。 あの、もともとは当社版の、あの、かあの、会社でして、当社版をいくすってた会社ですね。インクを作ったりしてるんですけども、で、そこら辺も歴史として紹介したりとかされてるんですけども。まあ、英語なんですけれども、そこで。当社版とはなんぞやっていうことになりました。この、本の中でも、ガリ版、当社版とはなんぞや、ということになりました。でね、理想。ですね、こういうもの、こういうことをやってました。理想格さ ですが日本の当社版って本当にわずかしか書いてないんですよファイルプレートプロセスっていうプロセスを日本でこういうことをやってるんだっていうことを言ってるのはわずかしか書いてないんですよねでそのもともととなった紹介した本というのはこちらにありますこの本ですねこれがバイブル的になってるみたいなんですよでこの本から書き起こしてるみたいなんですね当社版のもろもろのこと 先ほどのトリポグラフのことであったりとか、えっとエジソンのミメオグラフのことであったりっていうのは、この本がバイブル的になっててこっちにあの紹介して映しているっていう状態なんです。実はこっちのガリバンブあの文,文化史でも少し紹介されてます。冒頭の部分に紹介されてます。この本なんです。ですがこれ以上の情報っていうのは日本の置かれてた情報っていうのは全然なかっ 分からななかった状態んんですよね皆さん今でも分かんないと思います。でようやくこの,あの作家の,あのライターのジョン・コモルキさんっていう方にお会いはしてないですごめんなさいフェイスブック上でコンタクトを取れましてで連絡を取るうちに、まあ、こういう作家がいるんだっていうこと情報交換しつつで今回の「 書籍にもジョンコムルキさんの文章も、あの掲載することになったんですけども。こういうことをやっています。でジョンコムルキさんは、まあ本を書くだけではなく、ちゃんと。あのこういった形で、私とやってるようなことは同じですね。ワークショップをやったり、展示をやったり。っていうようなことも積極的にされてます。えっ、ー、とイベントは、これはドイツの。あの方なんで、ドイツのドラッグドラッグドラッグっていうのは、ドイツ語でね、するするするってなんですけれども。まあその。 イベントを今年の春ぐらいにですね何ヶ月かにあに長いスパンでやってたんですけれども企画をされてたみたいです。こういう感じでゲステッドナーっていう、まあ、向こうでは臨天気による制覇あのスりなんでこういった機械マシーンがあってっていう感じでワークショップ でこの機械を持ってる方っていうのがこのアーインブロックさんなんですよね。でアーヴンブロックさん何者かと言いますと、この人が当社版海外の当社版の今の状態の中心の人物になってきます。かなり中心です。でこの方ものすごく物を持ってます。で自称ゲステトラキングと言います。自称してるぐらいそれぐらい持ってます。100台ぐらいウェア,あのウェアハウス倉庫ですねその服に持ずで。 あの入れて、で、あのワークショップの依頼があったら、行ってっていうような状態の活動をされてます。ね、で、こちらはオランダなんですけども、オランダの、あの。この、ワンエリックアカデミーですかね。で、そのこのね、ヒューズラボっていうところがありまして、そこは印刷媒体で、まあ、芸術を。の表現をするっていうのもあるんですけども、この方々は、実は、そのもともとは、えっと。 ジンを,、ね、を初めて80年代1980年代にあのやり始めたアートとしてやり始めた方のメンバーがこのこ,こで教えられてます。でその方々が2014年にアーミン・ブロックさんの居場,居場所を見つけてでそこからこの今のワークショップ海外でのワークショップの流れが爆発的に人気が出てきたんですね。 当社版のの海外の爆発的な人気っていうのはこの方々発祥になります,です、ね、でこの方何してるかっていうとゲステッドナのこの新聞なんですけど機関紙か何かだったと思うんですけどもここにあの失礼ですが「アーミンさん今何やってる人なんですか?」って聞いたところこの これをいいただいてでこれで解決したんですけども何を書いてるかというと当時この1991年なんですけどもこれ彼26歳なんですけどもすでにこの時点で100台の結鉄なきき持ってましてで倉庫であの修理をしてた。修理工ですね印刷機の修理の仕事をしてるという仕事をあの立ち上げてっていうことをやり始めてます。 で、昔からこういう印刷機の修理とか、が好きだったようで。えっと、まあ、その昔からの夢をずっと叶えて、で、今。今、この状態に, <laughs> になってるという。感じですね。はい、まあ、このか、方がなければ、なかなか海外でのこの。 リソマニアにもあの紹介されませんでしたしその方があの当社版とは何,何かっていうのを調べて私の方にあの連絡を取ってきたりとかっていうことはなかったんでやっぱりつながってきてる時代もつながってきてるっていうところがありますよね。で講座をやったりとか。 まあ、あちら版が美術館で講師としてお呼ばれさせていただいたんですけどそこでワークショップをやったりとか技術保持者調査やったりとか、まあ、いろんな方いるんですけど原子のことを調べたりとかやったりしたんですけれども作家さんのおうちにお邪魔して写真を撮らせてもらってっていうこともやってます。で新たな技法も、えーとまあ、提供するできるようにあの作ってみたりとかで。また別の角度でレーザーーザカッター マシンを使って製版を施してててみたりととかっっいう実験的なこともやってますで,もうできるっていうのを説明するよりもやっぱり皆さんにやってほしいっていところもあるんでこういう商品開発であるとかっていうこともやってますしで先ほども言いましたあの海外当社版の、まあ、いろんな方法があるんですけれども、えー、製版方法の技術の検証として実際に道具を輸入してで使って。 で検証ししててみたりとかいう活動もしてます。で最後このさ作家による原子の制作方法これがない当社版が始まらないっていうものなんですけれどもやっぱり今作ってもらっているところはもう一箇所だけになってるんで岐阜県に一箇所だけになってるんで、まあ、作家がちっちゃい作品でもいいんでできるようになったらやっぱりあの版画として道は開けるんじゃないかなと思ってで実験して。 もちろん実験したのは手本になったのはこれです堀井の原子特許から見てそこから数字を出してきてやってますですんで堀井のこの特許ですね第22499号でやりましたっていうのもできますので意外と自分でもできる違法でやってますでこの展覧会最後になるんですけどもまあ こういう形でまあ小さいところですので、まあ、フリーをあのオープンでというのを2日ほど用意あの設けてプレミアムフ,レフライデーではこの展覧あ公演の上映もやったりとかっていうこともやってますんでまたあのお誘い皆さんのお友達とかお誘いいただいてお越しくださればなと思っておりがとうございます。